第日如来像薄木魔外仏は、大分県薄木市にある魔外仏。一般には、薄木石仏の名で知られている。薄木八カ書霊場第一番札書。1952年に、国の特別史跡に指定され、1995年には、魔外仏として、日本初、彫刻として、九州初の国宝に指定された。物は、全4 61区で構成され、 そのうち59区が国宝に指定されている。薄木駅前にある大日如来像のレプリカ魔外仏像への時期や事情を称する資料は一切残っていない。地元に伝わるマナの長者伝説では、この魔外仏は亡くなった娘の母体を弔うために長者が掘らせたとされており、陽明天皇が登場することから、この伝説の舞台は6世紀後半と考えられる。 しかし、実際の魔害物は、仏像の様式などから大部分は、平安時代後期、一部は、鎌倉時代の作と推定されている。その後、魔害物は、山岳仏教の衰退と共に忘れ去られ、千年の、風雨にさらされ続けることとなった。もともとは祖山からの火砕流が要決した、業界岩に掘られた石仏は脆く、また参拝者によって、 自然にできた道が、大雨の際は川に変わり石仏を削り取った。現在、多くの石仏の下半身が切り取られたように、なくなっているのはそのためである。劣悪な環境の中で仏塔の多くが剥落した。中でも、最も有名な古江石仏群の大日如来像の仏塔は、1993年に保存修復が完了するまでの間。 物体化の台座に置かれたままであった。修復にあたっては、元の姿に戻すべきという意見と、薄木のシンボルともなっている像の姿を大きく変える、ことを有料する意見との間で、激しい論争が起きたが、仏塔の元の位置への修復が、国法指定の条件として、文部省から提示されたため、最終的に元の位置へ復元されることとなった。 薄木駅のプラットホームにある仏塔のレプリカは、修復前に作られたもので、仏塔が足元に置かれていた、時期の状態をよく表している。一方、駅前にはこの像が掘られた、当初の姿を復元したレプリカが設置されている。仏塔が再び体とつながったことで、参拝すると首がつながる、会社でリストラされないという俗説が生まれた。 なお、V 字型の谷になっていた周辺の地形は、保存修復工事の際に、石仏が掘られていない方の壁が切り崩されて、麓の里まで水を止めるものがなくなった上、石仏の周囲には排水設備が導入されたため、現在は、石仏の下に水流ができるということはなくなった。しかし、岩陰の湿潤した条件では、苔が繁殖しているため、 その対策が行われている。古江石仏群、山王山石仏群、保木石仏第一群、第二眼保木石仏第二群第一眼間外物は四箇所に分かれて所在し、それぞれ古江石仏群、山王山石仏群、保木石仏第一群、保木石仏第二群と称される。いずれも溶血業海岸の岸壁に高肉掘りとし、増表面には、 彩識を施している。魔害物の造流年代を示す資料は解無であるが、作風から大部分の像は、平安時代後期の作、北木石仏第一軍の向かって、右側の第三岩、第四岩は、鎌倉時代に、追告されたものと推定されている。古江石仏軍は、全十三区で、金剛会第二如来座像を中心に、 その左右にそれぞれ如来像肉、菩薩像肉、冥王像一軸、天部像一軸を配する。尊蔵構成の意図には、諸説あり、混合会曼荼羅を表したものとする説もある。三能三石仏家群は、全三区で、上六の如来座像を中心に、その左右に、小さめの如来座像一軸ずつを配する。保木石仏第一群は、四つの岩に分かれる。 1> 第1眼と第2眼は共に、如来座像3区を配し、第1眼はさらに、脇地菩薩立像2区を配す。第3眼は、今後会第2次如来座像を中心に、その左右に1区ずつの如来座像、さらに左右に1区ずつの菩薩立像を配す。第4眼は左足を踏み下げて座す地蔵菩薩像を中心に、その左右に、十王像を配す。以上のうち、 第3.4段は、鎌倉時代の追告と見られる。他に、第1.2段間に、愛禅妙王座像がある。保木石仏第2軍は、向かって、左の第1段と右の第2段からなる。第1段は、定員の阿弥陀如来座像を中心に、左右に脇地菩薩立像を配す。中尊像については、弥勒仏像とする説もある。 これらの向かって、左にほとんど原型をとどめない菩薩型立像に区がある。第二眼は旧歌い阿弥陀如来像を中心とする。中央に、阿弥陀如来座像、その左右に四区ずつの阿弥陀如来立像を配す。これらの左右に一区ずつの菩薩立像を配するが、向かって、左の菩薩像は原型をとどめていない。これらの石仏は1995年に、 薄木間外仏の名称で彫刻部門の国宝に指定された。1995年時点の指定員数は本指定が27区、不指定が32区、計59区であった。その後、2017年度に古江西仏の向かって右側にある金剛力士像に区が国宝に追加指定された。官報告示による国宝指定名称は以下の通り、 薄マガイ仏布国法には指定されなかったが、国の特別史跡には含まれている。国法指定の4軍以外に、薄キ市内に3軍のマガイ仏がある。薄マガイ仏、前景ありがとうございます。